なかなか見事な格好が。もう着いたのか。ええ。早かった。わら。そう、悪くてもよかったらさらにすごいですよね。いい方向にびっくりさせられるとまた。意外と近かった。意外とそうですね。予想外早。黒猫。断念配信。よいしょ。断念配信、なるほど。よし、これで映像がいってるかというと、転送速度は、お、いけるいけるいける、大丈夫です。さあ着きました、ここですよ。測ったな、和骨。測ったな。ロボさんところも電波ないの？もう着いた。いや、電波あります、あります。で、猫の家とレストランと石窯、まあ、ピザという看板に釣られてやってきたところがここだ。いい、猫の家。だいぶ予想外の面構えですよね。猫どこ？さっきの山道登ってきたところはここです。やっぱりログハウス風なのをイメージしてました。ログハウス、そうそうそう、あの割となんか新しめのちょっとチャラッとした感じのイメージしてたんですけどね、どっしりしてますよね。オープンテラス、そうそうそう。今日の人は Z さんです。石窯ピザと猫の要素が一体どこに。あと、あそこになんか薄っぺらい人が見えるのはなんだ。あ、こんにちは。おお、猫が出る。おお、あ、本当だ、店だ。こんにちは。あ、よっと。第18くらいに来園しました。あ、ここから猫なんですか。久しぶりだな。食事だと、ログハウスあった。あ、大丈夫ですよ、あの食事のみって形で。あ、あとですで、今これあのインターネットで生放送としながら趣味で来たんですよ。マジで。で、ここから先って映っても大丈夫ですかね。ちょっとオーナーの方。ああ、なるほど。個人の趣味でやってるものなんですけど、ね、まあダメだったら止めて、あの普通に。多分大丈夫だと思うんですけど、ちなみに何ですかね。ですね、ニコニコ生放送ってやつで、という仕組みを使ってやってる個人の趣味の一人なんですけどね。ですね、別にあの何かを証明するもんじゃないんですけど、あの自転車趣味名刺作ってるんですよ。で、まあこれあの URL とかいろいろ書いてて、まあどれかはどうぞ、どれでも一緒ですんで。ね。まあダメだったら普通に止めて食事させてもらいます。はい。ね。というわけで、ちょっとお待ちください。ダメだったらまああの後でツイッターでも。いろいろ予想外だな。見たいな。これは来てよかった。全く予想できませんね、この展開は。あの情報量的にすごくでかいです。ダメでも我々はあの十分堪能できるので。ちゃんと一番回るの？我々が商品です。あ、本当だ。我々。あなた方が。電波があるのが不思議。セキュリティが厳格。厳格。なんていうか、さっきの人が本当にあの、まあ、どういう立場の人かわからないですけど、おしゃれだな、まあ、勝手にはできないという感じですね。もったいぶる店。今の人がオーナーさんかと思ったら違うんですね。我々にも堪能させてください。あの格好と、格好と皆さん見えましたっけ。あのテンガロンハットってやつですかね、あれは。あ、こんにちは。で、そこの小屋にあるのがあれが石窯ピザの石窯ですね。でかい、かなりでかい。で、他のお客さんはいないみたいかな。何の声で。夏限定の店。で、私はあのこれなんか放送する、ぜひ放送したいのでっていう立場じゃなくて、私自身が楽しめればいいとは思ってるので。あ、ちょっとまた下向けます。やっと。あと猫はこれどういう仕組みになってるのかな。あ。あ、ありがとうございます。で、これ猫的にはどうなってるんですか、ここは。ここ一応の、まあ、個人でやってまして、ええ、簡単に言うと観光農園ですね。あ、農園なんですか。ちょっと自転車を置いて、季節の花をメインにしてて、で猫がいっぱいいて、あと石窯で焼いたピザを出ししてって感じで。ああ、7万平方メートル。すごいな。あ、でこれ見てる人の
見てる人がパソコンでコメントを打ち込むと、ここに流れ、あの声コンピューターが流すんですよ。すげえ。あ、じゃあ、あ、僕出してるんですか。あ、じゃあ後で。入園料が600円ですね、じゃあ。2人で600円ですね。はい、あ、こんにちはって言ってますね。はい、ありがとうございます。今ここはなんか今日はちょっと調子悪いみたいで。そうそう、で、みんな匿名だから好き勝手なこと言う人もいるんですけどね。で、これ放送してる映像がこんな感じでっていう。リアルに。ええ、この真ん中下あたりの。そうそう。聞こえてるんですよ、言ってることも。すごい。だからこれこのニコニコ生放送っていうところになんか会員登録してると今タダで見られるんですよ。あ、そうそう、でプレミアム会員じゃないと後でそのタイムシフトっていうやつ見られないんですよね。あ、そうなんですか。でもこれビデオでも撮ってて、いずれ YouTube ってとこにアップロードします。おー、 YouTube。 ニコ動とかは結構、あ、そう、ニコ動だとですね、結構アップロードできる時間短くて、私これ1時間、8時間走ったら8時間丸々上げてるんですよ。で、何かイベントがあったとこだけリンクを貼って、猫の家とかいうリンクを貼ると今日のその入ったところの時間に飛ぶっていう。あ、この説明いらないかもしれないですね。ちょっと長いですね。じゃあ、どちらから来られたの？あ、住んでるのは私は横浜で、東京のどこ、まあ東京ですね。いや、中野城からです。ね、あれ菜の花ですかね。菜の花で。ああ、菜の花って結構時期いろいろ調整できるんですよね。あ、でももううちは終わりの方ですね。あ、それでもこれだけあるんですね。今日明日営業して、もう一回閉めちゃって、で今度夏ひまわり大々的にやってるんで。あ、閉めるっていうのはここ自体。そうです。じゃあすごいタイミングできたような。周りの畑の準備です。あ、私この前3度ぐらい通ってるんですけど知りませんでした。そうなんです。季節的に確か前来たの秋ぐらいで、あ、ここは1年間だいたいやられてるんですかね。基本冬以外は。あ、冬はもう完全冬か。初冬ぐらいだったと思うんで、だいたいまあ5月から10月いっぱいぐらいですね。あ、いや本当に今回看板に初めて気がついたんですよ。いつも呉坂から下ってくるルートで。あ、ピザ。その前にじゃあ猫の方に。あ、そうだと念のためにこれさっき多分お顔が一部ちらちら映ってると思うんですけど大丈夫ですかね。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあちょっと自転車置いて。あ、お客さんいた。本当に全然知らなかった、ここ。知らなかった。あ、でも多分ビデオの方には映ってるんですよ。これ画角広いから意図せずに人がバンバン映ってるんです。猫は、お、ミックスピザ、納豆ピザ、ツナのピザ、日替わりピザ。あ、他のお客さん、車、奥に駐車場があるんだ。あ、下にちょっとこんなもんかな。海猫、三陸の方でしたよね、今日。ここら辺に。よし。じゃあ猫缶ピザで。猫缶ピザ、缶、缶はなんだ。あ、猫缶か。猫ピザ頼んでください。猫ピザ、そう、私はその辺かと思ったら、猫の餌の缶詰の方の猫缶ですね。あ、ちょっと待ってください、今。ホタファイ出します。猫放牧中。猫の家ってあれなのか。ん？お、本当に家だ。言葉いろいろ選びながら考えなきゃいけないけど、ホタテっぽいですね。ホタテっぽいですね。まあでも本当に、ね、いわゆる猫の家ですね。あ、いるいるいる。こっち見てる。で、特に向こう上がってったりはしないよね。ん？自転車でですか？いやいや、行く？今ね、靴を履き替えるかどうかを考えてるだけなんだけど。ああ、どこから来るんですかこれ大体。
まあ、ちょっと入って眺めるぐらいちょっと見るぐらいですね。上まで行こうとか言わない。あ、言わないです、言わないです。向こうの方に猫が、まさに猫の家。本当に様相とは全然違ってて、そこが面白い。 Z さん、SL じゃないと思うけどな。いるいるいる。若干怖くもありますね。いるいる。これすごいな。そうそう、300円取って、なんかそれは儲けにならないでしょ。ここは猫の餌代も出るかどうかってぐらいじゃないのかな。何これ。猫の集会場や遊園地。集会所中かですね。これ人入れるのかな。なん逃げた、笑。あ、ちょっと猫たち行列の匂いが。うわ、入れるんだ。え、20ドアになっている。すげー。あ、めっちゃ、あ、猫が飛び出さないように20ドアになっています。おい、人ずつ笑。あ、わかりました。じゃあちょっと人間より多い。ちょっと、すごいすごい。すげー、これ食えるの。 あ、はい、そうです。お邪魔してます。ここにカメラくっつけて、え、すごいですね、ここ。こんな感じだったら全然予想できなかったです。じゃあちょっとお先に。何が、いろいろ書いてありましたけど、よく読まなかった今。うわー、ロボさん、こんにちは。猫アレルギーには地獄だな、わらわら。うわー、すごいすごい。70匹くらいだって。70匹?70匹の塊。コンピューターに精通して猫好きってことは。そうそう、なんかあの人間に媚びはしてないですね。あ、寄ってくるやつもいる。猫70匹。寄ってくるやつと逃げるやつがいる。うわー、すごいすごい。よっと。おっとっとっと、うかつに動くと猫踏みそうだ。こんにちは、にゃんにゃんこ、かわいい。猫あったかい。今ちょっと尻尾絡められちゃって動きづらいんですけど。もふもふしようぜ。こっち見てる、猫カフェとはまた趣が全然違うと思うな。で、ここ行ったことないんだけど。趣が違う予想がですね。ちょっと、すり寄りすぎて危ないよ、ちょっと。うかつに歩けない。ああ。猫カフェよりも密度こそ。猫カフェより密度。すごい。担保になる。そうか、冬はまただいぶ。冬だったら猫の方も寄ってくることはないのかな。人間だったら高いんだから。おお。ですね、いわゆるあの血統的なあの。シャムっぽいやつとかそういうのは一切ないですね。まさにあのそこら辺の野良猫タイプ。あ、ちっちゃいのも来た、ちっちゃいのも来た。うわ、ゾエコちっちゃ。多すぎて、そうそう、あの肌から見ると若干怖くもある。あ、中にブーっていたぞ、なんか。泣いてんのか、これ。怪我してるのはですね、どうやら喧嘩とかしたら怪我してそうなもんですけどね。怪我してるっぽいのはいないな。なんか寝言みたいな声出してるやつがいる。臭くない？匂い全然感じないけど、わかります？ああ、そうか、ずっと空気通してあるからですかね。ボスはどれだろう。ボスいるのかな。山猫。今背中とか腰とかにですね、あちこちから尻尾とか体が。そうか、これケーブルかじられたりしないかな。え、そう、さっきあの入り口のところにドッグフード置いてあったけどな。多分キャットフードじゃないですかね。27階で。あ、確かにボスっぽくあるな。おお。あ、レイパンが、レイパンが。レイパンをと、今バリバリって言いましたね。ほら、これこれこれ、この絵、この絵。あの、座右にいるやつがいい感じですね。控えてますね。わらわら。レーパンだからなんですかね。生地によるのかな。ああ、なんかブラブラさ、ブラブラ。ブラブラ。なんかその見るでもなく、ただ隣に控えてるってかっこいいですね。可
顔押し付けすぎ、顔押し付けすぎ。なんでそう押し付ける？いやー、電波あってよかったですね。ですね。これは。ほらほら、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ吸ってる、吸ってる。爪貫通、そうらしいです。全く効かないですね。この後、Z さん乗られますね。私全く乗られないんですけど。そうそう。座ったら乗るんだと思います。あ、ですか。痛そうだけど。飲みとかはさすがに来るのか来るのか。そう、300円ですよ、一人。カモンカモン。ほら来てみろ。来てみろ。へいへい。ビビってんのか、ビビってんのか。おかしいな。おかしいですね。全然違いますね、挙動が。全く来ない。暖かい。いや、私だって暖かいはずですよ、ほら。この太ももに。電波か。しかし全く接触してこないですね。フェロモン足りないか。猫は人を見るから、ね。人を見る。お、あ、来るか来るか。来た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 。来たー。っていうか、さっきのこいつじゃないですか。またこいつじゃないですか。そう、毛だらけですよ。お、ちょっと痛いけど、私の生地だったら平気です。うわぁ。そうそう、猫。足の毛がちょっと痛い。来た。かわいいデビー。足の毛、わら。なんか私はこの今配信用のケーブル食われるんじゃないかと思って、いろいろ出っ張ってるから。この黒いの寄ってきますね。そう、ちょっとあのこの額の上あたりが少し毛が薄くなってるやつ。ああ、あったかい。でもこれはあれだな、あの GoPro 的にはどっかに据えてやった方がいいかもしれないですね。あ、これさっきあの Z さんが痛がってたやつですよね。さっきだあのこいつの小さいよりもだいぶ体重重い。はい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 。そう、 Z さんが猫持つときに、おお、確かにちょっと爪が立ってるのは少しわかるけど、まあ普通のズボンなんで。ただ皮膚にいてて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 て。胸元にその爪立てるの痛い。ちょっと待って、なんで君はさすがにあの胸元はちょっと防御が薄いんで、ガード弱いんで。なんだろう今の、今これどうなってるんだろう。むちゃくちゃ近いというか、もう接着してるような感じなんですけど。まあ、スプーンとかくっつかないんだかみたいな距離が好きですね。あ、なんかこう体の一部を当てたりとか。でもこの猫特別にそうですよね。さっきあの頭押し付けて、うん、顔押し付けてきたし、ね、おあ、よく見たらこの猫も同じようなあの目の上あたりが少し毛が薄く見えるな。上から見てるからか。あ、またなんか来た。あ、これさっきあの右に喋ってたやつですかね。おお、いてて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 。今ですね、猫を2匹に乗られて。ロボさんに群がる猫みたい。あの、本当に群がられてます。あ、そうだ。配信的にも、ちょっとこれ後ろのバックのところにも猫いるな。ちょっとこれあの外から撮ってもらってもいいですか。その生地トラかわいいな。やった。なんかスースー言ってるな。ちょっと風邪ひいてるのか。ロボさん初体験。ちょっとこれを、すいません、これごとになります。これのバッグの上にこれを乗せる感じで。
さっき2匹乗ってる状態のもっとすごかったんだけど、こんな感じです。このジェットさんがさっき乗られてるのを映してたから同じような感じか。上とか下とかカメラ大丈夫ですかね、アングル。あ、バッチリです。こっち見て。わらわら、向こう。こいつが離れないです、こいつが。今これ何やってるんだろう。職員の方です。あ、詰めといてますね。これって、もう少し下でお願いします。うん。詰めとき放題なんだ。猫の毛アレルギーとかの人だったら地獄の部屋ですね。ヘルルームですね。ヘルハウス。すみません。よし、京都って長いですかね。というのは、こう映してる状態から、こうしたら変わるかどうかですね。顔の印象が変わってますか。撮った。あ、変わりますか。じゃあやっぱり縦横比おかしいんだ、少し。変わる。これが犬なら大変なことなってる。犬なら。変わる。私食われるんじゃないか。アス比。ちょっとアスペクト比がおかしいですかね。いやーすごいネタだな、ここ。正方形を写す。ネタ的に1000円ぐらいの価値あったな。さっき誰か言ってたな。ん？誰か。あ、そうそう。そのアスペクト比が縦長いっていう。これが最後こう2匹に。うわぁ、映ってるかね、今カメラ。そう、あとなんかなぜこの胸元に乗ってくるのかが。入場料今ここ300円なんですよね。てか500円が300円って消してありましたよね。値引きしてもしなくてもあんまりなんか客層的にはどっちにしろ来るような気がしますけどね、猫看板見てくる人は。ご飯食べてお昼寝だな。ご飯、そうですね、ご飯食べるかな。猫カフェというか猫の家です。猫ハウス。獣臭い。今日全然なんか匂い分かんないです。ないですね。うん、天国ですか。やっぱりある程度綺麗にはされてるのかな。でも風呂とかに入れるわけじゃないよな、きっと。何匹いるか数えてみますか。マーキング、そうそう、マーキングはちゃんとバッチリあそこでやってるんだ。じゃあどこにもなんか今日始末した気配見えないし。で、この2、4、6パー、数えられないでしょ、これ。と12、14、16、18、20、あの辺りの方がよくわからんな。30匹ぐらいかな、この中にいるのが。何の音今の。あ、くしゃみしたんですか。70はいないな。70は直接ここにはいないみたいですね。何見てんだ。猫のくしゃみかわいいよ。おお、また乗ってきた。飛びつくぞ。こいつも風邪ひいてるかな。そうでもないかな。うん、ちょっとスースーいってる。繁殖しないよ。で、この猫はさっきからあの、ずっと向こう凝視してますね。そう、喧嘩してるのにないですね。じゃあちょっと、よっと、ああ、虚勢。ですよね、出ないと。これ、ね、次の世代とか言ったらすごい感じですね。そうそう、こんだけいれば子猫がいくらでもいてもおかしくないですからね。じゃあちょっと、猫ハウスはこのぐらいにしとこう。あ、ほんとだ。なんか、小屋っぽいのありますね。ボスっぽいのは、とりあえず貫禄のあるやつはいますけど、ボスかどうか分かんないです。すごいなぁ。予選しないと来年には500匹に。じゃあ一人一人エアロックを抜けて、そう、抜け、あの、外に逃げないようにこうやって、あの、2段階になってます。ただいま70匹ぐらいって確かに書いてありますね。大半が保護した猫たちです。餌代、砂代、お医者さん代に皆様のお金を使わせていただきます。なるほど、ちゃんと管理されてますね。
料なの？いや、ここはですね、入場料300円なんですけど、さっきじゃあ値引いてあった分の200円ぐらい入れとこうかな。で、Z さんに返す小銭がなくなった。あ、まあ、食事してから。はいはい、ここに泊まったらモフモフできるの？うん、ここに泊まったら、どうなんだろうな。あのオーナーさんに相談すれば何かできるんじゃないですかね。あ、里親募集中。お産ルーム、育児ルーム。あ、ここ別になってるんだ。一匹だけオスが混じっていたことに気づかずハーレム状態になっていました。大失敗。何これ。これは大失敗だ。すごいな。わらわら、ちょ、わら、すごいですね。気づかず。お持ち帰りできるの？なんという、わら、わらわら。何言ってますね。わらわら、わらわら、これは羨ましい。そうですね、お持ち帰りできる。はい。ああ、そうですね。ただし、まあ、それは、あ、なんかめちゃくちゃでっかいですね、あの猫。あいつがその、うっかり一匹いた猫なのかな。やっちまった、わら、羨ましい。やっちゃったみたいです。ハーレムか、わらわら、羨ましい。この部屋には入れません。わらわら、ロボさん嫉妬なか、やり放題。嫉妬。女性漏れ、わら、どんなのいるの。それ、こんだけいりゃわかんなくなりますよね。女性じゃなくて性別分けてたのか。なるほど。なんですかね、私もちょっとどう管理してるか仕組み今よく理解できてないんですけどね。猫ケバ。で、あれがもう今年見納めの菜の花畑で、これからひまわり畑の準備するために、あのしばらくここはあの閉鎖とは言わないな、なんて言うんだろう、休業するみたいです。週4日目は発見。そっち日本一の人いますね。で、2日後から閉めるって言ってました。たまたま見逃したのか。オス部屋どこだ。そう、たまたま。リガサ山。リガサ山。リガサ山のコラボできるかな。長野。なんか中国の山で。私はコラボ系にはそれほど、避けてるわけじゃないんですけど、コラボのためにやるってことはあまりやらないですね。私の目的はとにかくこういう旅行を人に見せたいだけ。それのためだったらどんなものでも犠牲にしますから。いい風景。ですよね。ないね。いや、僕ない。あの岩が特にそうですね。この辺りはああいう岩山ばっかりです。そう、これまでいろいろなものを犠牲にしたから、犠牲にしてきたから。標高は今はですね、どうだろう。あ、先に注文してきてよかったかな。時間かかりそうだから。中国、ああ、なるほど。あわあ、群馬県。ロボさん、あと2分。猫を虐待してる。じゃあピザ頼んできてからまた枠取りますかね。またなんか変に間が空きますけど。ステッキ無料貸し出し中ってことは、ああ、ここ登っていくのか。じゃあちょっとそこの入り口のとこまで。あの黒猫人恋しいのかな。黒猫、なんかそんな感じでしたね。で、じゃあちょっと枠の終わりはこの花畑の景色で終わって、次はあのピザが来てから。ピザ以外にもあるのかな。今のところ今日はなかなか情報密度高いな。てかこの猫がものすごいインパクトあった。前何度も通ってるとこなのにこんなとこがあるなって。うわぁ、近くで見ると目痛いな。ちょっとピザ、あっとピザ。ヤギ、あ、本当だ。いろいろ意表つかれる。そこにヤギいます。普通になんかヤギが話がいいかな。いや、一応つながれてますね。ヤギ、時間あるかな。わらわら、景色をツイッターに上げて。景色、ああ、そうですね。ヤギさん登場。めー、ほら、オスでした。そこにいます。ヤギさん、挨拶して。挨拶、こんにちは。普通におる、わら、ヤギの声でございます。お願いします。めーめー、やった。お兄さん、ヤギ、わらわら。ヤギあれ、オスとメスかな。角がある方とない方がいる。オスでした。ちょっと小さいでしょうけどね。長老ですか。じゃあ、あの次ピザが来たあたりでまた枠取ります。うん、間ちょっと開けてしまいます。長野には野良ヤギがおるんか。あのピザが来るまでにおせえとかいうコメントにあの対応するの嫌なので、めんどくさいので。お疲れ様です。オツでした。こっち見てる。オツオツ、こっち見てますね。ヤギは結構凶暴なやつがいる。いや、あ、そうそう、なんかヤギはそれなり機動力があるから、あんまり近づくとちょっとあれかなと思ったんですけどね。でももう Z さんはそれはあの今突進されたら当たる位置にいる。おつおつ、次枠はよ、次枠は少し経ってから。わら、頭突き来るで。
そう、ヤギ頭突き本気でやられたら多分人間骨折とかあり得ると思うし、てかヤギの感情とか、あの目を見てると分かんないんですよね。ぶっ飛ばされたマジで。そうそう、ひらりマントで。お疲れ様です。じゃあしばらくアート枠で。ん、なんかちょっと体揺らし始めてませんか。なんか、ね、僕を睨みつけた頃からああいう感じになってちょっと怖かった。あれ、あの一応座った状態ですでにウォーミングアップを終えてるってことですかね。もういつでもその飛び出してこられるっていう。でも虫気にしてますね。なんか動きが結構俊敏だ。そう、角があって向こうのは角ないんですよね。あれ、オスとメスでいいのかな。で、これが数ヶ月後にはもうひまわりでまた目が痛くなる光景に。ああ、いいなあ。まあ登ってきたのもこれなら元が取れる、足的にも。とりあえず登らされた分は納得いきました。あ、これ下りの方が。いや、何も情報がなくて来れてよかったですよね。こういうのが一番面白いですね。意外性の塊だった。まあ醍醐味というか、いいか悪いかは別として面白い。決してこういう旅行の方がいいとは言えないんだけど、まあ旅行がというかあれですね、これ発見したことがやっぱり面白い、うん。専用朝顔、ひまわり、ひまわり。で、これ食券売り場も何も、どれが。これ干してあるのは何なんだろう。あ、本当はでも食券売り、食券機ある。これはここで買って、あそこで食べる。あ、あそこのオープンで。ニンニクじゃないですよね。あ、ユリ、ユリ根じゃないですか。違うかな。ただその根のその実みたいなところの、あれ、なんか皮だけに見えますね。あ、そうですね。違うな。何なんだろう。するかな。すごく違和感ある。で、ああ、やっぱり。牛乳とピザと飲み物系があるということですね。そうですね。それ以外は、効率化という感じなのかな。あ、八丈島とつながってる、ここ。なるほど。草屋が。八丈島直送草屋とかある。直送というのは何をもって直送なんですか。いや、そもそもどうやってここまで直送するんだろう、確かに。途中寄り道せずに来なきゃダメですよね、直送ってからには。まあ、あれですかね、市場とかを通してないっていうんでしょうね。ああ、まあ、ピザ1000円ってことですね。これはピザ2枚プラス飲み物的な感じですかね。うん、そうですね。大丈夫かな、それ。ミックスツナ納豆、大半の人これミックスに流れるな。うん、じゃあ私はあえて外して、はい、ああ、と、飲み物はどうしようかな。水はどうぞって書いてありますよ。ああ、水かな。アイスコーヒー後でもらおうかな。買うだけ買っといて。じゃあここで今のうちに、忘れないうちに。石窯ピザ納豆とアイスコーヒー。地ビール危険だな。今そこそこ喉が渇いてるから、うっかり飲んでしまいそうに。
あ、燻製とかもあるのか。ちょっと他のお客さんがいるから下向けますね。じゃあこれで、はい、ありがとうございます。コーヒー後で、はい、処方にしようと思うんですけど、後で渡した方がいいですかね。な、じゃあピザとは別で、はい、処方後で、はい、了解です。はい、大切席ご順道。はい、おー、燻製チーズ、燻製ベーコン、本当にあれなんだ。先日初めてキャラ弁っていうやつ作ってみた。ていうかあれ今稼働してるかどうか見えなかったんで、今火入ってたんですね。ああ、綺麗。ちょっと食事をするときになったらテーブルが向けますかね。リアルタイムだと 4,50 人ぐらいじゃないかと思うんですけどね、1日通してだったら 1,000 人超えることもあります。猫の家反応どうですか。すごかったですね。すごかったですね。まあ、猫好きな人多いですからね。来たいって人いっぱいいましたよ。あ、でも次はいつからなんですか、ひまわりは。ひまわりも8月ですね。あ、じゃあ数ヶ月はここはやってないのか。6937の6050。すごいタイミングできた。まあ強いですね。携帯からもトークできます。メニュー、テレビ、NHK、ラジオ、関西ではホットタイムと進むと遅れます。今ちょっとまた30分単位なんで放送終わってて、ピザが来てからまた放送しようかと。では1曲目に参りましょう。こちら兵庫県の辻陽子さんからいただきましたリクエストで、オフコース緑の日々。うん、ウラウラしてるな。この音楽は多分 YouTube の動画で引っかかる。ああ、今これ SNS 低いから引っかかる。あれすごいですよね、本当にリアルタイムで、リアルタイムここまでいかないのかもしれないけど、
本当にアップロードしてすぐに来ますからね。シャザムってアプリあるじゃないですか。シャザムってアプリがあって、あのこの曲なんだろうって時に街中とかで5秒ぐらい聞かせるんです、そのアプリ。そうすると、まあ、大概100発100中で曲名が書いてくる。だからその曲のそのなんていうか、ね、声紋データみたいなやつ、データベースがもうあるんですよね。あ、じゃあそれを声紋というのが一瞬で生成できるってことなんですかね。ソースゆっくりしすぎ始めてるかな、もう、あ、1時過ぎてるか。25キロでしょ、時速6で行ったら4時間。全然大丈夫ですよ。あ、25キロそのもんですか。今言ってたじゃないですか。あ、会社ちゃんと聞いてなかったそのところ失礼です、しました。これウィンドブレーカーあった方がいいかな。最後に締めちゃった。そうなんですか。大コースで緑の日々でした。今おすすめ関西文化芸能情報を出す雑誌上方芸能編集長の広瀬依子さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。今日は珍しく、はい、スカートで、そうなんです、スカートも持ってるよっていうところを皆さんに見ていただこうと思いまして変な時に言ってきました、はい、できました。はい、ありがとうございます。日はありましたよね。さて今日はまず表現から、そうなんです。先ほどちょうど重山さんのお話をされてましたけれども、大変に私が今も失礼なんですけれども、チャーミングな花で、あんなに立派な花なのに、親しみやすい方で、ファンの方も大変多かったです。で、若い狂言師の方のファンになって生きた若いお客さんが舞台に出てこられる隣が津南町でさ、彼に両されて、で山の上の方が杉山健作さんのファンになったという方も多いので、大変大きな存在でいらっしゃいました。コメントをお願いしたいと思駅の裏からね。でその杉山健作さん、杉山健五郎家は大蔵流ですけれども、狂言には大蔵流と泉流の2つの流派があります。で本日ご紹介させていただきますのは、泉流の夜月狂言、大阪定例公演です。6月23日、大阪市北区の大阪能楽会館で開催されます。よろず町の方から入ってくると、泉流の野村万さん、野村万蔵さんとそのご主人の方々による会です。その際は実は長いこと大蔵流しかなかったので、それが1929年に野村万さんと、それから先代の万蔵さんの遺産であります。小笠原忠史さんが東京から大阪へやってこられました。小笠原さんは一般家庭のご出身 で国立農学堂のプロ育成研修生としてこの道へ入られて、東京で修行を続けていた方です。泉流を関西で普及させたいという日照の意向で派遣されてきたわけですけれども、知り合いも身寄り全然いなかったんですね。いきなり来られて本当にいろいろ戸惑われることなどもあったと思うんですけれども、真摯な姿勢で活動を続けられまして、他分野ともたくさん交流されまして、津山の辺は5月の連休でもね、日陰だって雪かなりあるんで、関西での普及に大きく貢献していらっしゃいます。それからテレビドラマの所作指導などもよく担当されてまして、こちらの大阪放送局ご担当の秋からの朝のドラマも所作指導が入られると聞いております、ね。はい、今回はよろず狂言の公演3本立てでございます。
まずニワトリの子、それからドレン、そしてクジザイヌでございます。ニワトリの子は結婚後初めて奥さんの家に挨拶に行かないといけないという男性がいまして、その方が知り合いにどうしたらいいだろうと相談しましたが、ちょっとその人がいたずら心を起こしまして、そういう場合はニワトリの真似をするもんやというふうに言いまして、まあ、この方素直だったんでしょうね。実際そのようにしてしまって、さてどうなるかという、まあ、罪のないというかシンプルな笑いのお話です。それからロレンは二人の僧に影響されます。そう、お坊さんですが、影響されて宿屋の主人が出家を決意するんですが、そこに何も知らされてないその主人が、宿屋の主人の奥さんがやってきて、そんなこと聞いてない、さてどうなるかというお話でございます。それから最後の九時台人ですが、これは京都の祇園祭りの山、いわゆるダッシュですが、この趣向をめぐって町内が紛糾するというお話でございまして、野村万さん、万蔵さん、小笠原忠さんをはじめ、山本秀和さん、この秀和さんはここじゃない、ここじゃない、ここじゃない、そうですね。大阪市中央区の国立文学劇場で上演。さっきの曲はこういう曲だったそうです。あ、オフコース、で出るんですよ。オフコースはどうなんだろうな。確か権利、あの引っかかるやつが特定の会社っていうんですかね、が持ってる曲だと思うんで。今ちょっとあのカメラに映ってなくて店の人といろいろ話したんですけど、ここ10年前から営業されてるみたいですね。ただし、5月と8、9、10月あたり、ああ8月で丸11年しかやってなくて、多分私が前来たの11月頃だと思うんで、ことごとくあのタイミングを外して前通過してたみたいです。で、あとご主人があの津南に前住んでたとかいう話で、さっき津南の話をしてきました。あの津南の駅の裏から山道登ったら雪だらけでとか。結構揺れてるな、これ。大岩っていう地名なんですね。まあ、ああ、そうとしか名前が付けられない。そこら辺上大岩ですよね、てかあれですね、大岩。これがその大岩なんですじゃないですかね。確か途中にいっぱいありませんでしたっけ。あ、そうなんですか。ここは特に大きいんだったかな。今回の大菩薩像では、これもお名前、名前は聞いたことある方多いんじゃないかと思いますが、中田と海さん、この地図見てたら行かなかった、来なかったかもしれないですね。そうですね、こんなにも来ないだろうって気もするけど。この地図、こんだけ奥道に入ってくるように見えてたら、もしかしたら来なかったかもしれないです。まあでも書いてよかったですね、あ、すみません。ひまわりが2回あるんだ、これ。さて、枠準備しとくか。笠原さんの他に南條瑞江さん、
三上慎介さんなどの劇団員の方々に加えて、特別参加として西野亜希子さんなどが出演されます、うん、ミラー放送が引っかかってるってことは、そして3本目ご紹介あ、日本一周の人のミラーなのかこれ、劇団遊撃隊によります。ランドラーで日本一周っていうタイトルに変わってる。日本一周の人、ミラーが必要なほどなんですか、ね、人気なんですか、ね、ミラー放送日本一周中、ヒサキングリスナー、ヒサキング京都大学西部講堂を当初拠点にされてたんですけれども、はい、劇場公演に加えて野外劇数多く上演されてきました、はい、コメントとしてクルーズがクルーズとか言ってる。あれメロさんのが引っかかってないな、なんだまあでもこれ引っかかるの遅いんですよね。あ、引っかかってた。失礼します。はい、アイスコーヒーできちゃったっ、はい、あ、わかりました、はい、すいません、まあアイスなんで白い好みでどうぞ。はい、曲もたくさん残しています。耽美的、幻想的、そして美を追求する視点などが人気を集めてきました。遊撃隊が捉えている全戯曲というのはオリジナル戯曲のことで、全11本です。じゃあオリジナルというのは何かと言いますと、当初から戯曲として書かれたもので、例えば小説が後に戯曲化、お芝居化されたとか、泉鏡花の小説を他の作家が戯曲化したというものは含まれないんですね。それが全11本ありまして、これまでに遊撃隊では天守物語、ヤッシャーガイテ、怪人別荘、これもちゃんと聞いたことあるわっていう方もあるんじゃないかと思いますが、上演してこられました。去年もこのシリーズ上演されたんですが、今までに1回しか公演されたことがないという記録が、それしか残ってないという、戦国茶漬けというちょっと面白い題名のものを上演されたんです。そう、ここ店、あ、大岩フラワーガーデンが店の名前なんですね。今回は8本目の上演で、主人公は、まあ、立派なお家へ嫁いだ吉原のお茶屋出身の娘さんです。この女性が富や名声や地位に、フォースクエアもある、姑ですとか義理の妹と衝突しながらも負けることなく、そして最後は夫と共に家を出るという物語でございます。5幕24畳、セリフを一切改変せずに臨む、なんと上演時間3時間半という大作です。すごいですね。そこにひまわりの絵が、写真が、時計の下、NTT のカレンダーに使われたかなんかですね。はい、ありがとうございました。あ、こちらが納豆です。はい、いただきます。いただきます。さて、じゃあ急いでやるな。ここで関東地方の皆さんには交通情報をお届けします。日本道路交通情報。半分越しますかね。ああ、そうですね、いいですか。ずっと納豆じゃね。そちらのずっとミックスじゃ。このぐらいじゃないか、見えるかな。もうちょっと指を切っていいか。ありがとう。というわけでお待たせしました。ピザ来ました。こんにちは。映像いってるか見えないな、これじゃ。よいしょ。うん。
よいしょ。こうか。映像大丈夫ですかね。ありがとうございます。はい。ピント合ってないな。冷めない。そうですね。ちょっと声遠いと思います。とりあえずオートフォーカスだけオンにして。よいしょ。よし。ここに見えた。これが、向こうに行って映ってないな、これじゃ。石窯で、オーナーが自作の石窯で、で、オーナー自身が焼かれたピザです。Z さんはミックスピザ。で、私は納豆ピザ。いずれも1000円でございます。ていうか、このくらいの客足でこのくらいの 手作業でやってて、お店なのかな、ここは。あ、今ここダメですか、また離れちゃって。そうですね。いや、全然高くないと思う。よいしょ。ちっちゃい。そうか。てかでかくても困るんだけどな。前鶴峠ってとこの近くの蕎麦屋さんでピザも 別の建物の中でやってるところがあって、そこで巨大なピザが出てきて食い切れなかったことがある。持ち帰りしてもらいました、その時は。で、お祭り山荘で温めてもらった。いや、足りると思うな、これは。よし。で、今ここ無理やり iPhone5 で出しましたけど、どうですかね。よっと、食べきれない。そんなに食うイメージがあるか。あるような。じゃあいただきます。フォークが。ああ、しません、しません。どうしますかね。本当に。あ、納豆が置いとこ取られた。いいです、いいです。じゃあ、こんな感じですね。そうですね。それ、タバスコついてます。大丈夫。あ、大丈夫。タバスコはどちらかというと、あった方が嬉しいです。よいしょ。ん、何かログアウト。何が。あ、本当だ、これ納豆すごい量ある。すいませんね。はい。そう、ハーフアンダーハーフ。これ互い違いに。じゃあいただきます。じゃあやっぱり自分で頼んだ納豆からかな。あ、 Z さんです。よっと。これで、どこだ、ピント合ってるの。合ってるのか、これ。来ますかね。いただきます。後ろの他の人映ってるかな。お客さん、いや、立ってる人だったら、あ、店員さんっていうのかな。お店の人です。うん、うん、納豆たっぷり入ってる。うん、うん、もちっとしてる。うん、うまい。あれ、これさっきのホステアトのチーズってことはないよな。なんか白っぽいやつが。うん、うまい。うん、うん、うん、猫に。角田ヒロさんってどんな顔してたっけ。私が似てるってことかな。うん、安っぽい皿で。安っぽくないな、これ。あんまり、まあ安っぽいのでもいいんですけどね。うん、え、クソガキどこにいる？今ここに年齢が
30以下の人はいないと思うな。いや、あの人は30以下かな、店員さんは。うん、メリージェーン。うん、タバスコもうちょっと欲しいぐらいです。お客さんはですね、サッカー 3,4 組いらっしゃってますね。結構出るな。そう、ひよこはいないですね。ん、自分で。そうですね、ほら、あのピザキラーじゃなくてピザカッターがある。うん、うん、ピザキラー的な、地獄の弾道台的な。あ、納豆ピザうまい。うん、シソが、うん、え、シソ入ってました、気づかなかった。入ってるでしょ。今シソの味気づかなかった。ほら、あ、本当だ。納豆の下にあのシソの細切りが入ってあったみたい。今あの深くながら気づかなかった。ここはですね、大岩フラワーガーデンって言って、あの全然わからない、これじゃ。場所的にはこういうとこです。どこだ、ここはこれか、中野城からロクスっぽ来てないところです。そうですね、進行ルート、今日の予定ルートから大して進んでない、うん、予定ルートは。ん、県外、何の話だろう。で、ここはですね、営業してるタイミングが5月と、あ、すいません、5月とあと8月、9月、10月ぐらいだそうです。なので多分私はそれ全部外してきてる、過去に3回ぐらい。地図じゃ、でもこの地図見るとですね、それなりに脇道に入ってくるのが分かるんで、この地図見てたらもしかしたら来なかったかもしれない。危なかった、よかった。今回はこの店、この店は本当大発見でしたね。みんなもあの、ですね、あさって、ですね、この今の5月の営業はあさってまでで、次に開くのは8月なので、皆さん来るならあさってまで来てください。すごいタイムできました。 Google マップだとこの道は一切書いてないですね。うん、うん、何もないところ。うん、あれでもシソの味があまり分からないな。結構これはシソの香りがあるからうまいんじゃないですか。かなり聞いてると、あまり感じない。いや、私シソ大好きなんですけどね。うん、おかしいな、なんでだ。うん、随分、そう、次に開くのは 2,3 ヶ月後なんで。あ、結構からいらっしゃいませ。飲み物、アイスコーヒーを、あの納屋みたいなところにですね、普通の食券販売機があるんですよ。あれも違和感がすごかった。で、ピザは1000円でコーヒーは300円です。多分ここはののメインは農園なので、作物のがメインなのかな、本来は。うん、ガーミンはイートレックス30です。今の機材一覧には書いてなかったかな。うん。うん。何そこまで言うのもなんか逆な感じがするな。11年か2年。なんかこう書いてあったけど、11年になって。どうも、ごちそうさまでした。はい、どうも。また営業入ったら、たまに。はい。ほら、あの券売機が置いてあるところ。ピザはですね、3種類です。ミックスと納豆とツナがあります。この左側の四角いやつが券売機です。おう、
あ、カメラ RX100 です。1、2ヶ月前に買えたかな。うん、そう、券売機はちゃんとあるんですよ。思い出す。物欲、いや、どうなんだろう。お客さん今他には、あ、今一組ですね。さっきまで3組ぐらい全部で見てると思うんですけどね。うん。多分十分だと思う。結構ありますよ。草津まではあの呉坂峠ってとこ越えていきます。まだ今標高はいくつぐらいだったっけ。ここ700ぐらい。ああ、半分まで来てないぐらいですね。半分来たいって、呉坂の半分も来たいですよ。あ、そうですか。全体だと序盤ぐらい。うん、ん、今この辺りにいます。うん、今日電車です。ライブシェルは使ってないです。あの、私は買ってないので、ニコ生にちゃんと自動バクトリー対応してくれるといいんですけどね。味はこれ納豆の方がなんか、あ、しそはっきり分かった、なぜか急に。うん、うん、納豆かなりありますねこれ。うん、かなり納豆ピザかなりうまい。そう、ロマンチック街道、ん、北のぴったり。うん、うん、してないです。うん、あ、そうだ、あとですね、皆さんには、そっか、さっき録画してただけだから皆さんに見せてないんですけど、我々がいるこのテラスの景色はこうです。道はこれからですね。景色いいんですよ。どっからが有料な、あそこの入り口ですね。これは今の生地か。この時は、うん、一人、今二人です。これがロボで、これが Z さん。あ、ヤンバダムはもう過ぎましたかね。ヤンバダムは今ここの真南ぐらいですね。ブルーシートの内側じゃないんだ。今日のルート上じゃないんだね。ない。なんか途中ちょっと100メートルぐらい寄り道したらあるのかと思ったら、そういうんじゃないんですね。だからこの辺は、これは鉄道と国道が沈むので、ダムの底に。だからこうバイパスになって、あ、これもなくなるんですか。そうです。だからこの道はもう今交通量がほとんどないので、逆に言うと今しか走る、もう、いや、でもあのダムはまだ多分10年とかかかるんじゃないですかね。なるほど、うん、ロマンチック街道、そうです。あの、山の中をわざわざ通るルートです。わざわざ兄弟じゃないです。タバスコ行きの宮は勘弁してください。今えらい走った大事じゃん。え、敵にどうなるかなと思って。
猫はもう終わっちゃいましたけど、最後に一遍チラッと見ていきましょうかね。どうせ自転車向こうに置いてるし、先端恐怖症でも本当に怖いのかな、あれって高所恐怖症並みに。今社長ここのところ随分あれだね、いろいろな意味であちこちで宣伝されてるね。そうですよ、特にあの写真撮る人たちが、結構お湯はガーデンしてるけどさ、いろんなところで写真を出してるから、そういうんではあれだね、カメラマンというかアマチュアカメラマン。自転車こいで筋肉はあんまりついてないと思います。目線日本人、なんか血統とかを気にする人ですか。アーリア人とかいうイメージがあるけど、私は血統っていうとアーリア人、アーリア人ってドイツなんでしたっけ。前はね、そこになんかシュトロハイムとかいう感じがしますけどね。ここにもあったちっちゃいのがね、その向こうに機能があった。芸者上げよう、上げるというのは何だろう。あ、このヒードブレーカーでもだいぶ色あせてきてます。何上げよう、ん、あ、芸者上げようっていう表現は何ですかね。芸者をお座敷に上げるっていう意味で、あ、呼ぶっていうことですか。呼ぶっていう芸者上げるという表現、馴染みがなかったもんで。血糖値ベルベル人って何だ。上だけで4兆半ぐらい。日本人ならさす、なんで。最初は何だったの。これは農協でね、今でもそうだけど、農協で管理したクワガタです。これを買ってくれた。あ、結構へこんでますよね、そうそう。ここ、ここはなぜか必ず影になる。で、右はない。だから骨格とかの話かなと思うんですけどね。そうかもしれない。でも最近気がついたの最近だから、前はこのへこみなかったのかもしれない。ピザ大変美味しかったです。てか もっと入るぐらいだったの。確かにあの納豆ピザ美味しかった。下向きにやると土が、なんていうか、あの量が少ないわけじゃないんだけど、もっと食いたいぐらいの感じだったな。寝癖じゃなくて、これは今多分ヘルメット癖ですね。猫いますよ。ちょっとじゃあ店出るときに今あの移していきますから。明日ダービーはですね、メグロライアン、メジロライアン、どっちですか。あ、メジロライアンか。メジロライアンではもう多分なくなってる馬ですよね。でもだったらメグロライアンいそうだな。なんかパチモンでいそうな気がする。ミスんな。すみません。あの知らずに言いました。ですよね。メジロライアンって20年ぐらい前なのかな。確か大学の頃にそれをネタにした歌があったと思うから。そう、私知らないで、あの適当言った方が面白いかなと思ってる人間なので。東海帝王も聞いたことあるけど、それも古いんじゃないのかな。ナイスネイチャー知らない。あ、成田ブライアン知ってる。あ、オグリキャップ、シンボリルドルフってパトレーバーでそのネタあったな。の元ネタなのかな。確かルドルフシンボリさんっていう人が出てきたような気がする、アニメの方に。ライアン好きの大川さん、それも全然わかんないな、そのあたり。ストライクイーグルって F15 のことじゃないですか。じゃあちょっと準備しますね。年齢層高そうな、もちろんそうですよ。あの今あのツールの不具合の関係でアンケートできないんですけど、30代以上が9割、8か9割ぐらい。あ、SR メダル。ちょっと出してもいい。大丈夫。お守りですね。分かる人には分かるはず。
このメダルはですね、ちょっとやそっとじゃ手に入らないメダルなんですよ。私のじゃないですけどね、独身じゃないと、なんかあまり現実的なこと言うな、現実的なこと言うな。200、300、400、600、で600まで全部やった時点でそれがもらえるんですね。いや、全部やるとこれを買う権利がもらえるんです。そんな高いものなんですかそれ。いや1000円。あ、なるほど。無料でもらえるわけじゃないんですね。あ、もらえるんかと思ってたんですけど。買う権利なんだ。あ、トイレ行ってきます。じゃあその間こっち移しとこう。よろしくお願いしますって。あれトイレどこだっけ。トイレは若い子が来てるから、ね、のんびり静かに楽しみたい人たちの邪魔になっちゃう。石川の勇気はどこ行ったの。岐阜行ったんだっけ。以上元気です。仕事がちょっと大変ですけど。これもみんな手作り。次は6月1日のキツ600ですね。サバイバルゲームだね。うわ、コメント早く。お昼のお金は単体だね。まあさ、そうでもないです。指切りブログ。スマホは使えて便利よね。うん、そうですね。冬はめんどくさいですよね。IT 系はまあ IT 系です。今はちょうどいいと。あれ取り続ければね、夏、真夏はダメだけど。岐阜はどうだろう、24時間でいけるかもしれないですね。大きくしちゃうと、もう3食たらふく食べるんじゃないですかね。大きくなるとね、もう今日終わったということで。ガーミン、エッジ800です。あ、そうなんだ。おすすめのライトは、おすすめのライトはやっぱりキャットアイの540が一番安定かなという気はします。そうなっちゃうともダメなんだ。焦げちゃうと、大きくしちゃうと役目は終わりました。足軽っては何でしたっけ。リスナーのこと言うんでしたっけね。キーだけでかくなってね。なんかキーワード出てきますよね、足軽。うん、多分特定の配信者のリスナーのこと。そうですね、石川のりゆきリスナーかなんかですよね。あ、そうそう、なんかその方面の、うん、鳥の絵とかでもしてでかくなっちゃうのがあるじゃないですか。でもこう切って取っちゃう。東京名古屋はやったことあって、23時間ちょうどぐらいです。23時間。うわ、東京名古屋ってか名古屋から東京ですね。先はあんまりこうちょっとぐらいはできるわけで、重曹で戻ってアク抜きするように。そうですよ。まあでも条件違いますね、確かに。うん、いや、あの人たちママチャリだからね。それはすごいと思いますよ。冷蔵庫入れとけ、日持ちいいんだ。この辺に置いとくとね。じゃあマイク私の方に。あれでも6300いいですよ、あれ。知らないけどな。僕は6700。ん、アルテグラ6700っていうのは型番。緑半分減らってたもんね。世代の。あ、世代、なるほど。電動アルテ使ってないですよね。ないです。うん。いやと、ごちそうさまでした。美味しかったです。あれ、納豆は特別な納豆ってわけではないんですかね。ですか。美味しかったです。景色とあと猫。まあ普通の納豆っていうことだったんで、市販の納豆なのかな。どの納豆かちょっと分かんなかったですね。おかめ納豆
そこはもっとゆっくりしてもいいぐらいだったな。じゃあもう一遍あの猫の家を軽くあの窓の外から映す感じで、さっき見てない人にどんなところか見てもらうために。58年でもあのちょっと言っちゃあれだけども、あの Z さんのミックスピザよりも私の頼んだナトピザの方がうまかったな、美味しかったな。あ、見てる人いるな。大人気猫の家って書いてある、改めて気がついたけど、そりゃ人気だろう猫だったら。猫好きのクルーズに見せてやりたい。クルーズに猫ケバブ。あ、クルーズだと猫ネタは大好評なんですかね。ツナは猫と一緒のやつだろうな。ツナ、いない。ツナ缶か。見えるかな。交換された恨みは一生残ります。ほらこの缶に大人気を書き出しました。うわ、めっちゃくちゃ目まんまるして見てるやつがいる。残り3分くらいです。あ、残り3分入りたい。暑そうだな。見えますか。いや、ここ風がもうすごくよく通ってるんで涼しいし、あの匂いも全然ないんですよ。なんかこれ冬眠する越冬するテントウムシみたいな感じです。ちゃんと見えてますかね。で、 Z さんが来るとお？なんか Z さん遠くから猫に、え、何これ？ Z さんが近づいてくると猫が一斉に、いや本当になんか Z さんの方だけ見て窓際に寄ってきましたね。 Z さんは私における犬とは逆の効果が、遠くから犬を吠えさせる能力と。僕は犬の方が好きです。あ、そうですか。私は可愛さで言ったら猫の方が可愛いとは思うけど、猫はなんていうか可愛さに甘えてるような。ということで以上、猫の家でした。あとにまあここから先はどっかで電波切れると思うんで、また枠をポチポチ取りながら行きます。猫の群れ、猫の家です。で、あれはちゃんと去勢処理してあるんだけども、1匹だけオスがうっかりあの去勢してないやつが入ってたらしくて、大失敗って書いてありました、あの張り紙に。大失敗って。猫の家予想とはだいぶ違う感じだったけど、すごく面白かった。で、ピザも美味しかったし、私は処理済み。それじゃあれじゃないですか、あの宦官だっけ。この世の春だった。世の猫と犬の可愛さについて、通算可愛さについて一週間。本当かよ。わら、私も避妊手術しておけ。わら、いっぱい腹の瀬取ったんだ。もう帰ってもいい。あ、もう2時になりました。ロボさん、わくとりしてる。あ、本当だ、2時だ。わくとり、そうですね。そうそう、私はあの駅着いた時点で、まあ2時には呉坂に着いてるだろうなとか私は言ってました。1時はちょっと厳しいだろうけど、2時にはいくらなんでも着いてるだろうとか言ってました。相変わらず私は自分のなんか予想を裏切る男だな。自分の予想を裏切るって、あのことごとくあの想定に失敗してるわけですけどね。あ、そんな時間かけようったってかけないだろうっていう。あ、なんかそれは、いや、そうそう、そうそう、あの撮り方によってはすごく今ディスられてるように。いや、わかります、わかります。多分そう撮れるのが面白いなと思って。あ、お疲れ様です。でも、言うのにすいません。ロボさんって人は何かしらこういうの発見しますよね。何にもない時もあるんですけどね。今日はこのネタでかい。うん、呉坂峠です。あの和歌山牧水ゆかりの峠なんだけど、どうゆかりなんだか覚えてない。面白ければいいんだよ。そう、もし私はそのなんか本当に旅行のね、旅行中にこういうネタがあるかどうかが一番重要なんで。お菓子のゆかり、な、私はあのふりかけなら知ってるけど。よっ、ああ、ありましたね、エビせんべい。多分ロスタイム中でしょうね。お疲れ様です。じゃあここで枠取ってから行きます。
て GoPro はちゃんと動いてるか、動いてる。タイムアップしたらまあ無言で落ちることはなくなったからだいぶ良くなったな。お前本当になんかあのハングした状態で落ちて、なんか充電しっぱなしで電源が足りなくなると変な動きするらしいんですよ。あれするみたいだったんですよ。でそこから再起動かけてもなんか起動しなかったり、あの裏の蓋を開けて電池取らないとダメな状態になったりしてたんで。3にして1番は軽くなったことですか？ん？あ、そうですね。一番の自分的メリットはこれ、そうそう、ハウジングまで一緒にしてしまうと逆に重くなってるんですけど、単体で使うと軽くなってます。あとやっぱ画質違います。あ、そうですか。ええ、生地台までかなり違いますよ。同じ1080の解像度でもあの解像感という数値できないですけど、はいはい、あれが全然違います。ただ弱点が解像度って数字はあんま意味ないですよね、本当にね。そう、その解像度は別にドット数は一緒でもボケてるかどうかっていうのは別ですからね。ただあの青い空がなんていうかシアン色に映るんですよ。はいはい、そうですね。なんか色味がなんか変だな。ちょっとあれが弱いところですね。あれ今読み上げがこれ失敗してるか。あ、来てる。こんにちは。なんとかあと1時間ぐらいでピークに着いて、3時で下って3時半で草津まではまあ6時には着くよね、いくらなんでも。なんかこういうこと言うのがいちいちフラグっぽく、言わないでいいのにと思いながら今7時には着かないと晩飯間に合わないです。まあ、7時はいくらなんでやめとくやめとくいくらなんでもっていうのがいちいちフラグになるから、フラグって言い方もすっかり定着したな。あ、朝前までそうなんですか。これできましたね。じゃあ行きます。ん？ロスタイム。そう、うかつなことを言うといちいちトレが後あのあの時言わなければみたいなことになりかねないので。この間松の山行った時もそうじゃなかったっけ。いらっしゃいませ。ケーブルをちょっと整理して、よし、お待たせしました。ユースで時間持て余すと、あ、でも草津だったら温泉巡りできますね。ただあの本当に暑くて入れないようなのがあちこちあるんで、あの無料で回れるやつですね。共同浴場。もうオーナーさんここに、あ、トイレ行ってなかった。残念。ごちそうさまでした。ありがとうございました。面白かったな、ここは。よっ。あれ、今繋がってないか、もしかしてなんか。なんだかの不具合があるっぽい。繋がってない。マイク、あ、
あ、繋がってない。何があった？これか？なんかおかしくなってる。あ。てかバンディカも止まってるのこれ。完全に PC 全体がハングしてる。今 GoPro のこれ本体マイクの方、動画の方は GoPro 本体マイクになってると思います。あ、これやばいな。強制弾のフグアイにより PC 再起動中。いらっしゃいませというのは今聞こえてません。ハングしちゃって、ウィンドウ自体は存続してるんですけど、いろいろと止まってしまって、すいません、復旧時間かかりました。で、ちょっと待ってください、今、
GoPro 動画用に録音してる、このデスクトップを録音してるんですけど、そっちの方がさっき途中で止まって、その破損ファイルの修復中です。すいません、お待たせしました。でこれで今経過時間、私から見ると9分経過ぐらいに見えてるんですけど、合ってますかね。これ今合ってる残り時間なのかな。ニューマシンのフィーリングはですね、違和感ないっていう方向で、めちゃくちゃ楽というわけではないんですよ。ああ時間かかる復旧に、あと30秒ぐらいかな。8分か、あ、合ってますね、ありがとうございます。じゃああと20分ありますね。とあの Z さんが見えなくなった。今これ店だよな、店出てすぐのとこで止まっちゃったんで、作業というか PC 側で復旧処理やってるとこで、今これ YouTube 動画の方は GoPro 本体のマイクになってる状態。 GoPro か、そう、 GoPro のための処理をやってます。もうちょっと待ちください。さっきあと30秒と言ったけど、こっから1分ぐらいかかりそうだな。ロード、あのマウンテンバイクで、そうだ、自転車紹介によって間をつなごう。GoPro 3でしたっけ？ GoPro 3ブラックエディションです。解像感はすごいですよ GoPro 3。ただいろいろと電源周りが弱いのか、充電しながらでも途中で電源落ちちゃうんですよね。角度こうか、あ、ピント了解です。ご指摘どうも。あれは嘘だ。あれコマンドかなんかでしたっけ。ピントご指摘ありがとうございます。確かに綺麗ですね。そう、今日これがツーリング初走行です。多分スローピングがすごいせいでいろいろ問題が、リアパック、パニアバッグじゃなくて、これはまあサイドバッグかな。で今回雨予報がちょっと予報、あ、ちょっと小さいですね。回るじゃないか、こんなとこにいたら。確かに縦長いな。そうそう、で今のマウンテンバイクってこれ本当に山の中走るためのものなんで、シートポストの、あ、そう、これですね、なんていうか、この長さなんていうんでしたっけ。これは10万ぐらいです。終わったか、終わったよな、終了と。あ、完了しました、 OK。あ、ホイールベースかな、うん、が短い感じがするんですよね。あとライジングバーってやつで、でちょい待ち、録音再開して、あ、スケさんいらっしゃいませ。今ちょっと儀式中なんでお待ちください。ママチャリ、いや、ママチャリの方がすごいんですけどね。14時12分に3、4、5秒。でこれ別に合わせなくてよかったか。クイックな、ああ、そうそう、その山の中で、大事にしないつもりはなんだ、これか。よし、お待たせしました。っていうか Z さんを待たせた。やっぱり私か。さっきここ登ってきた時にワン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 言ってたんで、見えないし距離があるから私じゃないよなと思ったら私だ。喧嘩して、もう喧嘩別れ、あんな人知らない。ちょっとやっぱり私か。いくらなんでも違うだろうと思ったら私だった。あの角曲がった瞬間に吠えられましたからね。がハングしました。いろいろと。ロボさん、あれなんか放送開始がツイートされる設定じゃないの？あれ？してないですか？あれ？私のその放送発信。
ほら、シャリシャリいってる。ならなくなった。やっぱディスプレー機、走り始めのあたりちょっと接触する音がするな。なんか大笑いしてる。なんか今、車の中で姉ちゃん、若い姉ちゃん2人が大笑いしてた。うわはははは、って。あ、びっくりしたって、これが。しかもこのヘルメットにカメラつけて、風が風で出ていたから。超びっくりした、はははは、とか笑ってましたね。ディスプレイわかんないです。多分ね、電子とかでやるんですよね。セットを行っていません。超現れた。そうそう、変なの来た。まさにそんな感じ。笑われて何のって笑わない。またディスクブレーキするメリットあんまりないかな。ディスクブレーキに関して輪行したり、整備でいろいろキャリアをつけようと苦労したりした後だと、 V ブレーキのなんとシンプルで美しいことか。頭にカメラで目指し物じゃないですけどね。かぶり物もある意味してる。私はこれですね、メンダのマックっていうハードテールのマウンテンバイクシリーズの上から2番目のグレードのマウンテンバイクです。一番上のはなんか軽いパーツも使っていろいろ使ってあるらしいんですけど、2番目のこいつは島根のグレードで揃えてあるんで、絶対これ整備はこっちの方が楽だろうと思って。あれで散々ですね。一番下のグレードはですね、14キロとかじゃなかったかな。そう、ツーナイナーではないです。クローズ的な、そうそう、整備が、一番上のグレードは、なんだっけ、V ブレーキのパーツが別のメーカーだったりして、多分軽かったりすごかったりするんだろうけど、違うメーカーのが混じってると、ちょっとそうだなと思って。あ、ガイバッテリーも切れた。結構早いか。10時だからそうでもないな。じゃあどっかでバッテリー交換。自転車は部屋にこれで4台目になっちゃいますね。4台と聞くとかなり。フレーム41のやつです。そうです。ん、何はどうした。そうですね、外部バッテリーがもう切れました。ゆっくりしすぎた。4時間切れか。でもやっぱり割と早いな。15キロ。4時間15キロ歩くスピード。そう、私の部屋でかいから。今ですね、 90% っていうのは、あ、やばい。なんかね、ちょっとやばいな。膨らんでる。いや、中の基板がネジが1本外れてて、内側にこうへこんでいってしまうんですよ。ずれてしまうんですよ。するとボタンを押してもずれて押せなかったり、 あと端子が刺さらなくなったり。ペダル、あ、ペダルは新調してないです。そう、このバッテリーはですね、1万8000ミリアンペア時、ボルトは何だったっけ。で、1万8000、7000くらいだったかな。2万しなかったはず。いや、したっけ。で、今なんて言われましたか。また聞き直した。もう今更またもない。愛用のキャリアは使ってます。あ、キャリア、そうそう、キャリアは移植しました。で、あ、ちゃんと充電できる。よかった、バッテリーちゃんと動いてる。本当は結構めんどくさいです、PC だと。小さいアンドロイド端末をヘルメットにマウントできないかなと思ってるんですよね、今。
アンドロイドでカメラ付きで小さくてで NME が動くぐらいのスペックのものってないもんですかね。キャリアなしのやつ、ちょっと白ロムってやつを買った方がいいのかな。そうそう、メロウさん流の。メロウさんヘルメットにつけてましたっけ。あ、でもあの、そうそう、で、あ、そうそう、もう一つそのアンドロイドの条件が USB 給電できるっていうのが条件です。 Z さんは私と過去に何度も一緒に走っていただいているので、あの放送のたびに止まったり、あと15キロ走るの4時間かけようとも大丈夫な人です。精神的に何の問題もないって言ってます。その方が楽しい。iPad は無理だろうな。ヘルメットと同じぐらい重量ありますよね、iPad。より重いか。私は今 GoPro 3が70か80グラムぐらいだった、筐体は。と、あとウェブカメラが10、20グラムぐらいかな。固定方法めんどくさいですね。150キロ40時間。フィール割れても。前あれ大変なことになりましたね。まあデータの11時だから3時間ぐらい。うん、30分駅で1時間ぐらいいましたもん。あ、そうですね。キャリアなるなる。今試行錯誤中ですよ、まだ。なんとかついてるけど、今度はなんかリンコンの時のあのリアエンド金具にそのキャリアのためにいろいろくっつけたネジが干渉してしまって、一応は輪行できてるけどすっきりしない。あ、アイフォンそうでしたっけ。そう、ライブセルもそうだったな。慣れたホイールは修理は前してなかったっていうのは確か。あ、もう壊れたホイールは結局どうなりましたか。これですよ。あ、修理しました。島の送ったらタダで直してくれて。あ、タダで直してくれてか新品送ってきました。あ、交換になったんですね。はい、島野に送ったら交換してもらえたそうです。ただで島野とキャットアイはその辺安定ですよね。この辺はなんか国内のしっかりしたサポートっていうと、それ以外はしっかりしてないことになるっていうこと言い方になるんだろうけど、気持ちいいですね。ディスクブレーキは下りの時に簡単に止まれるっていうのはやっぱり違いますが、デメリット多いです。うん。来ましたか。どうぞ、あります。けど。夜雨の予報なんですよ。でもなんかパラッと降るかどうかという程度の予想らしいです。そば、あ、電波弱くなったか。これはさっきは本当にないかも。ジャージに、あ、そうそう、な、違う人もいたけど、なんか同じ人いますかね。あと、今止まってないのかな。止まってますよね。寝て行ったわからんか。あ、まだ隠せてるレベルですか。じゃあまだいける。やっぱりいい道だな、ここ。そう、下坂登ってます。今、途中の大岩フラワーガーデンというところで猫と戯れて、あとピザ食ってきました。まだ今流れてますね。あ、OK ですか、まだ。どこまでだったかな、エリア地図だと。
けどちゃんと調べてきてない。さっと見ただけ。呉坂に行く道は途中なんか切れた後に一遍飛び地があって前方入るところがあって、で峠前後はダメ。あと10キロないと思いますけど、あ、もう帰るか。電波意外と入りますね。でもそれは必ずしも全部がそうじゃない。エリア内なのに切れたりします。村は大きいですね。入るところは多分ないけど、これってしばらく下ったところですよね。そう、ユス止まりです。もうすでに Z さんに手配してもらってます、先週から。湯もみは見るもんですよね。あ、会員です。この間確かどこのユースで更新したっけ。微妙なんですよ。ユースでもし Z さんと2人だけで一部屋使うことになったら、登ってます。他の泊まりの人がいない部屋の状態だったら多分話します。雪の壁は電波あるんですかね、あそこは。そう、今ピザ消費中。うわ、写真撮ってね、こちらの道の。ミーティングほぼないです。でもこの間行った谷川だけラズベリーユースホステルはもちろん強制じゃないんですけど、結構積極的にミーティングやってました。ミーティングというか、まあ飲み会ですね。やりやすくなってる気がしてきた。さすがに電波弱いみたいですね。切れたらそこまで。なくなったかな。じゃあ次枠は取らずに進むかな。
ユースの場所が飛んでる。どこだこれ。喉乾いた。やっぱダンシングは、うん、前より楽になってる気がします。まだ昔みたいに。ずっとダンシングっていうわけにはいかないんですけど、きつくなったらダンシングをずっとやってたんですけど、名前は単なる、ね、年齢の問題だったらどうしよう。いずれはでもなんかあれですよね、年齢言い訳にならないって確定してるので、うん、上の人がいますからね、うん、気は楽です。また暑い。で今この小さな小林ぐらいで住んでるけど、真夏になるとアブが来たりしますね。汗かいてじっとしてると。今何メートルですか？私は837って出てます。あと300弱？まだ結構あるな。あと草津への登り返しもそんぐらいでしたっけ。あ、雨があまりなかったですかね。200か300かなんかそんぐらいだった気が。でさっきからあの電波切れました、さすがに。あと
3時間ぐらい。うん、そうですね。まあ6時までになんとか行けるんじゃないかと、という程度の言い方だったら。そうですね。うん、行きます。はい。よいしょ。これでまた2枚余ってるのか、3枚余ってる。本当にマウンテンバイクのギア比って低くできるんですね、これ。だってまだ改めて半分ですもんね。前これでもうクロスバイクだったら使い切ってるぐらいです。おそらくはこのぐらいのきつさだと思う。ロードもだいぶでっかいギア入れられるようになってきて。ねさっき言ってた6700の世代だと、ね、僕の世代だと 30T になってでも1対1まではいかないぐらいですよね。この間出た6800だと 32T が入るんでもしかしたら1対1いってるかもしれないです。ああこれじわじわきつくなるタイプだったっけ、勾配が。アズマじゃないですよね。確かアズマって読み方だったと思います。ですよね、確かに。もうこの勾配で楽に漕げるのはやっぱギア比が違う。YouTube に動画を残すにあたって、はい、あの口元のマイクで常に歯入ってるのもあれだと思うんで、荷台とかに別にマイクつけられないかなと思うんですよね。副音声どうですかね。なんか臨場感あった方がいいんじゃないですかね。あでも音はあの声以外は入るはずなんで、それでと。いやいや、まあ声、あ歯入ってるのが声ばっかりで周りの環境音が聞こえないとか、そういうなんか印象を受けたことはないので。あ、そうですかね、うん、あとなんか記録映像っぽい意味だとしたら忍者スレイヤーの話とかしてるべきじゃないなと思ってあとは副音声、その後ろで録音する分にはそんなに負荷も、まあ、iPhone1 個ありゃいいと思うんで。まあ、あれですよね、ミックスの割合が変えられるって意味では2つマイクあるといいかもしれないですね。意外と何か喋ってんだけど聞き取れないっていうのが多分一番イライラすると思うんですよ。だから2台マイクだけだとそれはそれで嫌なんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
は。ファームアップする2つ前のやつは5時間ぐらいで落ちてたから、もうクリアしてたな。あ、いや、してないや。一番いい時期ですよね。そうですね、新緑、もうちょっと前が新緑かな。そうですね。今日の荷物がダンシングの揺れと一緒になってる。上がっていくイメージ。もう900超えてます ね。あと200ぐらい。はい。1000超えてます。ああ、どうでしたっけ。1000超える超えないみたいな話はあったような気がするけど、ってことは前後なのかな。
動画には表示出てるか。ヤフーマップですか、ね、あ、いや、もう最近はプロチリの方に入れ替えてないです。山はもう使えないですね。ないですね、ヤフーは。本当に市街地の方だけで使うのは、なんか等高線がちゃんと分かった方がいいので、ああ結構もうあれですね、オープンストリートマップばっかりになってますね、最近自分は。あ、そうなんですか。あとイートレックスと違って電池持ちがあるので、やっぱりヤフーのあれかなり電池食いますからね。あ、電池食う、食いますね。画像キャッシュしてってる分。え、オープン、オープンソースマップ、オープンストリートマップはベクトルデータじゃないですか。あ、なるほど。じゃあこのイドレックスは頑張ってる方なんですね。イドレックスはやっぱりすごいですよ。顔がどうしても迷ってますよ。本当にこれであの炭酸電池一日気にしなくていいっていうのはでかいですね。炭酸で変えられるのがすごく大きい。じゃあスピードメーターとかと 別にっていうことなんですか。そうですね。今ブルベンの時705と800と両方つけてるんで、電池クソブー、両方の USB 給電の両方多分内蔵バッテリーで13時間とかしか持たないんで、充電しながらは使えないやつですか。使えます、使えます。あ、使える、はい。じゃあモバイルブースター系が必要ってことですね。最初600なんですけど、ところどころで繋がりますね。600だと大体300キロ地点ぐらいでホテル予約して、そこに荷物で送っとくんですよね、バッテリーを。あー、重いですからね、バッテリーは。順調に行けば今年は9月に1000キロに出ようと思ってるんで、1000キロ、それだとバッテリー問題を解決しないと。じゃあ歯ブライダまで。なんか散々言われてるからネタにしてしまうけど、シマノが安いの出したんですよね、この間。安い、デオーレかエクスティグレートの歯ブライダも出して、株だけで7000円とか8000円ぐらい。今どんぐらいするんですか、ちょっと前まではドイツから買うしかなくて、株だけで4万円とかしてたんですよ。マジですか、4万円。株ないなもんは多分ダイナも買って、でそのキャッシュみたいなやついるじゃないですか、給電とりあえず、してそこから iPhone とかに切る、
供給する、それからあとフロントとバックのライト全部入れたら多分6、7万はしちゃうと思う、意識で、うん、iPhone 充電ってハブダイナモでいけるんですか？全然いけます。へー、5ボルトを溜め込んでみたいな感じで、 GPS と iPhone ぐらいなら全然大丈夫。自利品にならずにプラスになるってことですか？いけます。へー、すごいな、やっぱりスマホは。スマホというかまあ、うん、iPhone 系は。あ、そうですよ、だから Android 配信成功したら無限に放送ができますね、うん、自力で。 Android の本体が小さくて軽いやつがあればな。ネローさんどんなの使ってましたっけ？確かアンドロイド端末を、うん、HTC なんとかとかそういうやつですね。どのぐらいだったかな、なんか見たことあると思うんだけど。あとあの、ただギャラクシーとか、ね、ああいうガラケーじゃないあのワールドワイドモデル、うん、とかだとあの背面に引っぺがしてでっかいバッテリーとかがあの中国のサイトとかで売ってるんで、うん、そうするとこう厚さ4倍にする代わりに電池も4倍持つみたいな、うん、確か逆に空っぽにする代わりに給電でいきませんかね給電しながらなんとかができない端末はないんじゃないですか、うん、ヘルメットにできるだけ軽くして、確かパナソニックがあのカメラ分離型のあのまあ、GoPro 系の出してますけど、あのなんかここにこうつけるみたいな、ね、あれなんかケーブル短いんですよね。へ、ウエストバックから伸ばすには足りなさそう。あれもあれですよね、なんかライブシェル的な機能入ってるんですよね確か。ああでしたっけ、ユーストリーム Wi-Fi でユーストに流すみたいなことで、やっぱユーストに越した方が楽かな。さっきの例の石川さん、ね、岐阜まで自転車で行った人、あの人はユースト配信でしたね、確か。あ、ユーストでやってたんですか、うん、そうそう、ニコ生あんまりなかったですよね。いや、僕はその人は一個も見なかったんですけど、なんか一枠だけニコ生でやって、残りはユーストするみたいな。ユーストやっぱり連続でいけるんで、うん、あ、1000メートル行ったから1000メートル休憩させてください、はいはい、1000メートル記念結構、やっぱり気温があるせいか割と飲んでます、今日私は、うん。やっぱり人と並んで喋りながら走ってると全然きつさが違う。なんでこんな違うのかな、スピード落ちてるんですかね。スピード落ちてると思いますよ、そりゃ。でもそれでちょっとの時間差で楽に登れるんだったらいいですよね。おー、100秒台。あれ違う、1分だったのか今が。1分です。そうか、100秒って表現はないか普通。ここで休憩すればよかったのか。今日は晩飯朝食付きで予約してるから大丈夫ですよ ね。もうそれは全然問題ないし、というかその方がいいです。そうですよ、ね、草津ユースの食事ってどんなんだったかな、覚えてないな。なんか受付の人がなんかイケメンだった覚えがあるんですよ。なんかモデルみたいな顔の人が受付やってて、多分僕はいかにもユース風ななんか山の男みたいなイメージですけど、うん、まあ多分あのヘルパーさんだったんじゃないかと思うんですけどね、はいはい、なんかユースっぽくねえと思いました。こう確かに人生初ユースじゃないかな、2年前は。2年前の草津だ。その時はあのブルベのいや全然じゃなくて、あのいや僕ブルベ去年からなんで。あれそうでしたっけ。2年前はあのブルベなんて何もやってないですよ。そうだったっけ。2年前の時は
あの時家から自走だったの確か。で、確かその日のうちに渋峠登れると思ってたら、ね、クソ暑くって全然ダメだってことになって。だから渋峠。渋谷じゃない渋川で楽天に予約したんだっけな。ああ楽天で草津郵送ですか。楽天で草津の宿探したら、ね、極端にそこだけ安くって、でなんかあの。その草津ユースも楽天では普通はやってないんだけど、なんかお試し、はい、お試し泊まりキャンペーンみたいな感じで。あ、そうユースに引き込むためのってことですか、ね、そうですね。なんか当日限定、1日1人限定みたいな感じで、会う人は会うし、会わない人は会わないみたいな。そうですね。で、なんか当日予約なんで飯はつきませんみたいな、そういうあれで。泊まったら同室にやっぱりサイクリストの人が一人いて、ええ、それで二人で秋葉原行ったんですけど、その人が秋葉原行くって言ってたんでついてったみたいな形で。いいなあ。あの渋峠から秋葉原抜けるってあれ見つけにくいっていうか、私は全然知りませんでした。秋山郷ってなんかイメージとしてはどん詰まりなんで、なかなか自転車で行きにくいです。で今回ルート見てゴールが繋いでいくのもまたちょっとびっくりしましたね。行ったばかりだ。温泉も入ったし、そもそも2回訪れてる、すでに、はいはいはい、1日の中で。あ、そうかそうか。そう、あのやたら印象に残ってる駅です。なるほど。あ、それいいですね。最初に引き寄せられてる感ありますね。最初に立ち寄って人参ジュース飲んで、で山登ったら折り返してきて、うん、で輪行するつもりでもう自転車畳んで風呂に入って、で地元のおっちゃんから話聞いて、ルート調べたら自走でき十分できるんで、でまた自転車組んで、滞在時間長かったですよかなり。東久引のあたりもこの高崎からどうつながってるのかって全然頭になかったんで、あこの間勉強になりました。今日また勉強になった。呉坂峠は4時間かかるよっていう勉強ですね。4時間でももうそろそろ峠ですよね。そうですね、あとどのぐらいだろう、1、2キロぐらいかな。ちゃんとこっちも看板あったんだ。2年前に同室だったその人は、ね、全然そのなんていうかパソコン的なもの、IT 系にすごく疎い人で、うん、なんか夜中いろいろ話してる間にこう自分がこういうのに入ったきっかけはサイバーサイクリストさんって人がいてねとか言ったら、ほうほうとか言って、うん、メモ取ってましたよ。メモすごいな。どっかで見てるって言うんですけど。これ Z さんそうだったんでしたっけ。何ですか。私のページを前見てたっていう。あ、僕そうです。そこでしたっけ。僕はまあなんていうか、これじゃあペダルファーって書いてあるじゃないですか。ええ、これあのなんだっけ、電車で遠くへ行きたいだっけなとか、ええ、日本の作者さんのチームの名前なんですけどね、これ。あ、これ日本のチームだったんだ、ペダルファーって。そう、まあ、チームというか、遠くのファーか、なるほど。なんていうか、ペダルで遠くへ行くのファーか、まあ、欲しい人には売ってくれるみたいな感じ、まあ、ニコ生と一緒ですけど。あ、なるほど。その本読んで、あ、ロングライドって面白いなと思って、それで自転車始めて、それでこう
まあ大体いろんな人と同じだと思う。それで峠とか検索するとやっぱりロボソンが引っかかるんで。初めて会ったのが、荒川で大宮に行った時が初でしたっけ？そうですそうです。あれは2年前コメントでなんかやり取りしてたんでしたっけ？そうですね。3年前 の、 あの正月暮れの休みが鹿児島ですよね、確か。ああ、枕崎行った時だ。その時のちょっと前ぐらいに放送を見始めた。もうなんかいたしり合ってしまった最初の方が霞んできてしまう。 そうですよね。その頃まだロード持ってた。あの時は私が確か最初はもうローズですね。荒川の時はもうこれでしたよね、はい、かよちゃんで。なんか確かあの時すごい店入りましたよね、夜。はいはいはい、肉豆腐定食。確かあれ、あの電車のあのあれどこだっけ、札幌か何かがやってる料理屋紹介の子、うん、エスカロップ検索とかしてましたよね。確かあの中に出てきました、あの店、うん。もう近い、うん、近いけどもう30キロだった。やっぱり喋りながらだとスピード持ってるみたいですね、うん、思ったより時間経ってた。Mm-hmm.